帰還困難区域の復興に取り組むとして書いておりますが、線量の低下、住民の方々の強い思い、与党のご提言を受けて、政府は今まで示してきた方針から前に踏み出す形で、新たに住民の居住を目指す特定復興拠点を整備する方針を示したと。整備計画の実施にかかる予算は復興特別会計において措置するということで、除染解体事業はいわゆる除染特措法に基づく事業とは区別して整理した上で国が実施、インフラ整備事業については国において必要な措置を講じ市町村において実施というふうにしております。なかなか夏にご説明申し上げましたけれども、帰還困難区域5年数ヶ月経ったら、単に除染したらすぐに住めるという状況ではなくて、インフラ整備とか一体的にやって、まちづくりとして取り組んでいかないといけないということを申し上げました。その方針に基づいて単に除去するだけではなくて、まちづくりということでやっていかざるを得ない、その体系が福島特別措置法に乗っけてですね、やっていくということでございます。今回の措置というのはあくまでそういう政府の帰還困難区域をまちづくりとして開いていこうという方針でやっておりますので、東電救済ではなくてですね、従来の方針から黄色緑と違ったアプローチで、効率的にですね、帰還困難区域のところをやっていこうということでございますので、東電の救済云々とは関係ないとご理解いただければと思います。被災地復興というですね、確かにいい言葉です、望むことです。その還元に隠れて東電が本来負うべき責任を救済してるんじゃないですか。原則居住を制限する、これを居住ができるように転換していくという国の方針を転換したということであって、でそれに基づいて国が前に出てやっていこうということでございます。そういう意味でその東京電力の経営問題、それといろんなですね、費用の上振れ、一番最後にご説明してみた大きな部分はございますが、ある意味これとは独立して政策の新たな展開というふうにご理解をいただけたらと思います。補選者負担の原則を適用しないというふうに考えているということでいいですかね。今補選者負担の原則から外れるんじゃないかと。でこれは世の中ですね、その、いわゆる汚したものがきれいにしろというですね、ちゃんと東電の責任、国の政策の責任、そういう言われ方します。それと、厳密にその汚染者負担の原則っていうのがですね、ある意味法的にどの場面でどういうふうに適用されるかっていうのはですね、これは様々だと思います。したがってその、東京電力についてですね、この給所非給所の面ではいろいろですね、今のような見方があると思いますが、累次この閣議決定の文書でも書かれてますように、東京電力の果たすべき責任、自らの経営の改革に加えてですね、人的資金的協力ですね、というのを、いろんなところで書いてあるというのは、まさに東京電力にもそういう責任を果たしてもらうということで、この閣議決定で明記をしております。でそういう意味で汚染者負担の原則が貫かれているのは否かという問いにはですね、直接ちょっと私はお答えすることはできません。